初代、立花屋吉之助は、女流音曲師。本名、石田美代。天才的な三味線の名手として知られる。主に寄席で活躍。圧倒的な人気を誇る。落語家ではないのに、落語の寄席の主任を、常時取り続けた。異名として、女大名、女久保、よどくん、女帝。二代目、三遊亭窓家立花の弟子。大師匠は、三遊亭窓川佐。 父の名は、石田長近で、たやすけに仕える幕臣であったという。墓所は、神楽坂の清高寺。法名、新進院名立花に集大師。門下には、初代立花や花立花、七代目朝寝坊村区、立花の柿津渡る、二代目立花や花立花、三遊亭円吉、三代目立花や千立花らがいる。一流芸能人の常として、 男女関係は派手であった。処女は、初代、中村蘭次郎に捧げたと言われ、大相撲日立山谷上門との恋では、巡業先までついていったほど、落語家との浮気も多く、弟子7代目朝寝坊村とできていた。窓かばと、品川の4代目立花屋縁造との三角関係は、新富座における、落語家の歌舞伎創建において派手な喧嘩の末窓かばが、窓か像を大出し、 三遊派からも、東京の芸会からも去るという悲しい幕切れとなった。他にも愛人として旅館を与えられた落語家もいる。しかし、大家のために男と付き合ったことはない。反対に男に金を与えていた。年をとってからの浮気相手は、若い前座落語家たちとなった。常時の翌朝、男に向かってお前げを残すんじゃないよ。 これでお湯にでも行っておいでといい、小遣いを与えた。ありがとうございます。